ー田中うちゃかやめるってよ、ネーム。<laughs> 霧島か。火曜どうですかうん。あの、この間、もう、もう、今更、それこそ、長江さんが声やってていいなと思ったんですけど、うん、サマーウォーズっていう。ああ、はいはいはい。見ました見ましたよ。あ見た。うん、も、ま、う、あ、じゃないですか。そうですね。僕、あの、あれの主題歌も好きでね。 山下達郎さん。ああ、いいですね。すごい綺麗ですよね、まずね。綺麗だし。綺麗ですね。ええ、なんか不思議な,不思議な話。世界で。うん、ね、で、あの、やっぱりあれが、この霧島のローランドくんだっけ。霧島ローランド。<laughs> <laughs> 霧島ロ小役出身の霧島ローランドをんだっけこれ。えっとね、何のことだっけねんだ霧島やってた。霧島やってた子探偵学園級神木隆之介。神谷隆之介。神木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 隆之介。が声だよ。ああ、ああ、そっかそっか。神木くんやっぱいいね。ああ。俺神木くん好きだな。好きだよね。昔からね。志田未来と神木くんのね、あのね。神木の良さ。 うん。探偵学園9でしょそうそうそう。好きだよね。探偵学園9もう一回やってもらえない。てか、あんだけ子役に厳しい大田さんが、神木くんだけは好きなんだよね。このナイーブさが素敵。でもほら、吉岡くんのナイーブさは嫌いだもん。あ、嫌い。暗いんだもん。暗いだけなんだもん。だけとか言うね。なんかでもちょっと、なんていうのかな。神木くんって、もうちょっとこう、 おしゃれな感じしね。い？吉岡くんってさ。まあまあね。確かにその役。田舎の。まあもちろん泥臭さがまあまさにそういう、だってそういう役で、ね。出て、役を淳と蛍のね。あれで来たわけだから。そのイメージは確かに強いし。でもその野生の匂いが、すごい。あの、童貞みたいな感じが、もう、全面に出てる。だよ、 当たり前だろ。やりたいのに童貞みたいなさ、ちょっと威嚇臭い感じするじゃん。しねえよ別に。ムンムン、男臭い男臭神木くんって、そういうんじゃないじゃん。ちょっと。うん。まあ僕童貞なんですけど、みたいな感じで。まあまあ、だからでもあんまり勃起もしないんですでそれいいのそれはいいのなんかそれはいいのおしゃれなのおしゃれだわ。オシャなのどう意味がわかる遅いね、チンチンみたいな。そういうイメージ。 いいっていうのもわかんそれが好き好きってどういうこと